ロバート・チャールズ・ウィルソンはカナダの SF 小説家。ウィルソンはアメリカ合衆国カリフォルニア州で生まれ、オンタリオ州トロント近くで育った。1970年代初めをカリフォルニア州ウィッティアーで過ごしたことを除いてはカナダで生活を送り、2007年にカナダ市民となった。一時7いもに今日構え、またバンクーバーにも住んでいた。現在は妻シャリと、 トロントの真北にあるコンコードに住んでいる。ポールとデボンという二人の息子がいる。初の作品は1975年2月、アナログ誌に掲載され、この時の筆名は、ボブチャック・ウィルソンであった。ウィルソンは繊細かつ微妙な人物描写と、ハード SF を巧みで周到に結合させ、その結果しばしば、ニューヨークタイムズがミノノータブルブックス・オブ・ザ・イヤーに、選ばれている。 スティーブン・キングはウィルスンを最も優れたサイエンスフィクション作家だと述べた。ウィルスンのエージェントはシャーナ・マッカーシーであり、最近の作品のほとんどはトアブックス社のテレサニール・セン・ヘイデンが編集している。ヒュー9号賞受賞作、時間封鎖は初の三部作であり、無限記憶へと続き、連環宇宙で完結した。2015年、この三部作を原作とした。 テレビドラマシリーズ制作が発表された。中編ジュリアン、A クリスマスストーリーは2007年に出版され、9号賞最終候補作となった。そして長編化された、ジュリアン・コムストック、A ストーリー・オブ・ザ・22・ ND ・センチュリーが2009年に出版された。2007年に日本で開催された、ワールドコン日本2007に来日した。ノータブルブックス、ハット・アダムズ、 ジェームズ、カナダ S ベストヘプトシークレッツインザーアーツザ・グローブメール h t t p コロンススララッッシシュュ w w w t h e g l o b e a n d m a i l c o m スラッシュサーブレッドスラッシュストーリースラッシュ r t g a m 2 0 0 0 2 7 6 9 w o v e r t l e r e 0 6 3 0スラッシュ p n s t o r y スラッシュエンターテイメントスラッシュ h o m e 2 0 l e h 全3月20日閲覧 ?9 号賞受賞 SF 小説時間封鎖米サイファイで TV シリーズ化の企画が始動ありがとうございます